1週間にわたって繰り広げられてきた大学日本一をかけた戦いもいよいよ今日最終日を迎えました。三菱電機スポーツスペシャル第68回全日本大学バスケットボール選手権大会、これから最後の試合、男子の決勝です。3連覇を狙う筑波大学と3年ぶり5回目の王座奪還を誓う東海大学の一戦、東京国立代々木競技場第2体育館から生中継でお伝えをしてまいります。この試合放送の解説は元日本代表ヘッドコーチ河内俊光さんです。河内さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それにしても満員になりましたね。やはりね、あの大学日本一の決勝戦ですからね、はい、この雰囲気の中でこれからチャンピオンチームが決まるわけですが、河内さんは明治大学のご出身で昭和49年から51年、ちょっと前になりますけれども、はい、このインカレ3連覇されてます。覚えてますか？覚えてますね、あの3連覇目のね、4年生の時のインカレ、はい、まあ、相当緊張しましたね。あ、そうですか。絶対に勝って卒業したいという気持ちが出ましたよね、はい、その3連覇に今回筑波大学が挑戦することになります。今日の決勝のカード、筑波対東海、川さん、これ3年連続で同じ顔色だったんですね。そうですね、もうやはりね、この両校がですね、はい、今の学生会、はい、頭一つね、リードしてますよね、はい、これは去年の決勝戦の映像ですが、まあ、去年、おととしと過去2回はいずれも筑波が勝ちました。まあ、今最も熱いライバルチーム同士という表現でもいいでしょうか。いやー、もう間違いありませんよね、去年はね、本当ね、東海のペースだったんですけどね、はい、最後筑波がね、ねじ伏せたっていう感じですよね、はい、どっちが勝つか分からない素晴らしいゲームでした。筑波大学はその去年の2連覇目の主力がそのままそっくり残っています。このインカレは全国の各地区の予選を勝ち抜いてきた32チームがトーナメントで大学日本一の座をかけて目指して戦ってきました。ベスト16以降の勝ち上がりを確認しておきたいと思いますけれども、筑波大学は1回戦富山大学に勝った後、ご覧のように2回戦で日大、準々決勝で名古屋経済大学、昨日の準決勝で専修大学を倒してきました。一方、東海大学は1回戦京産大を倒した後、2回戦で大東文化大学、準々決勝で青山学院大学、そして昨日の準決勝では白鴎大学を倒してきましたが、両チームの勝ち上がりを見て川瀬さん、どんな印象を持ってますか？そうですね、特にあの東海大学の方のブロックは、相当ね、強豪校大学をですね、はい、こうね、本当にひしめく合う、はい、素晴らしいところのね、あの激戦区を勝ち上がってきてますよね。そうなんですね、2部全勝の大東文化、はい、それから強豪の青山と、まあ、陸川監督は真のビクトリーロードを歩んでるのはうちだという表現を使っていましたけれどもさあ、場内はティップオフまで予定ではあと5分を切っています。ウォーミングアップが行われています。3連覇を目指す筑波大学は昨日専修大学と準決勝を戦ってきました。関東4位の専修大学との対戦だったんですけれども、これはその時のダイジェスト映像ですが、まあ、筑波大学は川さん、何といっても得点力が魅力ですね。そうですね、特にね、3年生のね、馬場、はい、それとね、もう一人の杉浦ですかね、はい、まあ、もうインサイドありですね、今みたくレイアップはみんなダンクですよね、はい、先ほどの6番の馬場、この17番の杉浦、はい、共に3年生、まあ、この2人が入ってきて筑波大学はインカレで無敵の時代が続いているという状況です。この2人の破壊力は桁違い、今大会も4試合でのチーム平均得点は 97.8 という素晴らしい得点力を見せています。この選手が注目の馬場です。まあ、こうした圧倒的な攻撃陣を操る司令塔として4年生には行くからという。そうですね、特にね、大学バスケット界はね、やっぱり4年生がね、どれだけ頑張るかっていうのは、このインカレ決勝戦、過去に何回もありますからね、はい、そうですね、はい、この選手が行くからです。この行くからのゲームメイクのもと、圧倒的な攻撃陣、馬場、杉浦を中心として この試合もどんな破壊力を見せてくれるんでしょうか。一方、東海大学になりますが、昨日は準決勝、白鴎大学との対戦になりました。まあ、こちらは後半までもつれる、最後までわからない展開だったんですが、東海大学の持ち味ということになりますと、川瀬さん、どのあたりになりますか？いやー、もう何しろ鉄壁なディフェンス、相手をですね、はい、失点を許さない、これはね、アウトサイドもインサイドも両方すごい素晴らしいディフェンスをしてますよね、まあ、昨日も結果的に白鴎大学を49点に抑え込んで守りで勝ったという印象があります。いやー、もうね、この白鴎大学を、ね、50点以下で抑えるわけですからね、相当ね、本当にね、5人だけじゃないですよね、チーム全員がやっぱいいディフェンスできる、はい、そういう大学ですよね。ですから、守りの東海、攻撃の筑波、はい、まあ、こういう図式と言ってもいいでしょうか。そうですね、ただね、筑波ね、ディフェンスそんなに悪くないですよ確かにそうですね
今回で68回目を迎える伝統のインカレ、過去10年の上位3チームの成績、改めてご覧確認しておきたいと思いますけれども、筑波が2連覇中、その前は東海大学が連覇を果たしていました。その前は青山学院大学が連覇、まあ、ご覧のように連覇するチームはあるんですが、3連覇ということになりますと、冒頭川内さんからあったようにかなり難しい挑戦になります。いや、かなり難しいですね、その3連覇に筑波大学は挑戦していくことになりますが、一方東海大学は3度目の正直で今年筑波大学にリベンジ達成して王座を奪還することになるんでしょうか。場内はレフリーが紹介されています。このゲームのレフリーは伊藤光さん、ファーストアンパイアは清水幹晴さん、セカンドアンパイアは伊藤亮介さんの3人です。なおこの試合コートサイドからは筑波大学サイド、フジテレビ田淵優勝アナウンサー、東海大学サイドからは同じくフジテレビ上中裕樹アナウンサーから随時リポートが入ってきます。さあこの後はいよいよ両チームのスターティングファイブが紹介されていきます。3連覇を目指す筑波大学、3連覇達成なれば史上4校目、そして4度目の優勝ということになります。司令塔46番キャプテンの伊賀、そして2番シューターである三田4年生です。6番の馬場と17番の杉浦、この2人の3年生の破壊力に注目してください。そしてゴール下を守るインサイドの要は8番の木林、この5人はそっくりそのまま去年の優勝の時のスターターでもあります。まあ、ですから勝ち方を知ってるメンバーという言い方もできると思います。あのじっくりねこのチームの主力育ててますよね、はい、吉田監督はね。吉田健二監督が今両の拳で大きく応援団に3連覇を誓うガッツポーズを見せていました。さあ一方東海大学です。キャプテン170センチながらチームのポイントゲッターでもあり司令塔でもある寺園4年生です。そしてリバウンドに活躍する3番の大谷、11番シューターの白戸は3年生、13番中山4年生、もう一人の得点源です。チーム唯一の1年生は25番センターの平岩です。本来ならば東海大学は伊藤達也という不動の4年生の司令塔にしてポイントゲッターがいるんですが、今大会は大会直前に右手骨折、まあ、ベンチには今回も入ってるんですが、もちろんプレーすることはできません。その伊藤達也のためにその言葉を合言葉にしてチームはさらに結束力を増してきました。三川明監督が率いていた、そうですね、伊藤はね、この選手がその伊藤です、はい、伊藤先輩のために、達也さんのために、達也のために、この言葉を合言葉に東海大学はさらに結束力を増してこのインカレを迎えています。過去2年同じカード、過去2年東海大学は筑波の前に敗れました。リベンジなるか、それとも筑波大学が今年も東海大学を倒して3連覇を達成していくんでしょうか。ピリオドの出だしの3分間、はい、どちらが初めに自分たちのペース、はい、インシャージブを取るか、はいはい、ここちょっと注目したいですね。白のユニフォーム筑波、紺のユニフォームが東海大学、今男子決勝のキックオフです。最初のオフェンスは筑波大学です。46番キャプテンの伊原がゲームメイクをしていきます。寺園がマークについています。そして注目17番の杉浦には3番の大谷がマッチアップしています。46番の伊原、そして6番の馬場は外角のシュートから自分の攻撃をスタートさせてきました。リバウンドが持てれたボールは東海大学のボールとなりました。あの今落ちましたけども、はいね、スクリーンを使って完全ノーマーク、はい、いいシュートで、ね、たまたま入ってませんけど ね、はい、形は良かったですか。形はいいですね。さあ一方今度は東海大学です。唯一の1年生センターの平岩、そして4番の寺園、170センチしかありません。ポイントガードローションバブルショット昨日もですね、はい、ブロックショット3本決めてますからね、4試合で7本のブロックショットを決めているというこの馬場雄大6番の選手、まあ、オールラウンドプレーヤーという、そうですね、本当ね、11番の白戸まだシュートは打てません。ショットクロックは4秒しかありません。ショットクロックがない、2秒、1秒、ギリギリのところで白戸のシュートは落ちて、リバウンドは筑波大学がキープしました。司令塔の行くから、そして注目の17番の杉浦、2番はリスラのシューター、そしてペイントエリアの中に入ってきて木林のシュート、1年生の平岩がよく守っています。東海大学のマッチアップです。平岩は、ね、いい感じしてますからね、はい、このチームの今のメンバーの中では唯一コートに立っている1年生ということになります。奥さん大山さん、バスケットカット、杉浦からファウルも持ち出していきました。
東海大学の中で190センチ高い身体能力を持っているパワーフォワードの大谷です。この選手は去年左足の靭帯損傷でスタンドでこのインカレの決勝応援をしていました。コートに立つことはできませんでした。その分今年は絶対にコートに立つんだという思いで最終学年のインカレを迎えています。さあ最初のポイントは東海大学で幕を開けています。4年生がね、はい、頑張ると本当ね、そのチームがね、勢いつきますからね。そういうことになるんですね、はい。筑波大学は、中心プレーは今のボールを持った馬場あたり3年生プレーヤーでもあるんです。トラベリングです。バイオレーションがありました。今もね、インサイドね、ローポストにボールが入った瞬間、はい、東海の選手もみんなそこに集まってきてですね、いやすごいですね、はい、素晴らしいね、そのチームディフェンスやってますよね、そういう意味では守りの東海、その顔色が立ち上がると、はい、出てますよ、出るという状態になっているでしょうか、はい、森さん、はい、先ほど点が決まった時も、そして先ほどのディフェンスが決まった時もですね、こちらの応援席、全員総立ちになって、ボロボロのメガホンでとても、歓声を上げています。東海大学サイドは上永祐樹アナウンサーです。さあ筑波大学は今馬場が最初のポイントをチーム最初のゴールを上げていきました。スピードでかわしていく、ファウルはありません。ルーズボールになって生原がキープしています。筑波大学最初のポイントは先ほど馬場のプレー、生原から三田シューターです。ペイントエリアに入ってシュートを打ちません。杉浦に対してはここは寺野のミスマッチになりました、はい、そしてシュートファウルを取りました。ミスマッチになかったところは積極的に杉浦はシュートを打ってきます。さあ、あとはこの17番の杉浦が今日どれだけ点を取って、そうですね、はい、昨日は31点ですか。そうなんですね。4試合で平均 23.8 ポイント、これは両チームの全てのメンバーを通して頭2つ3つ抜けている得点力です、はい、森さん、はい、この杉浦に話を聞くとですね、1年生2年生の頃はまさにチャレンジャーとしてこのインカレ決勝に臨んだと、はい、ただ今年は追われるもの、そのプレッシャー、一発勝負の恐怖、そんなことを感じながら今日は試合に入りたい、そう話しています。筑波大学サイドは田淵優勝アナウンサーです。田中さん、今の杉浦とね、それから馬場、この2人が入って筑波は盤石の体制になっているこの3年間でもありますね。そうですね、でもね、この本当ね、2連覇っていうのは、はい、彼ら2人がね、まだ下級生で、はい、勢いでこう勝ち上がったっていう感じがしますよね。3年生になって上級生になって責任というものがついてきて、はい、そのあたりで勝ち切れるかどうかということになります、はい、大谷のシュートは落ちて、ここは筑波大学ボールです。ガードポジションとパワーフォワードまではですね、はい、ちょっと筑波の方がね、はい、身長的には大きいですよね、はい、杉浦外角のシュートが落ちて、これはパスの格好になりました。こぼれたところつなぎ直してもう一回杉浦です。よく木林がつないでいきました、はい、器用ですよね、はい、寺殿がボールを運んでいます。東海大学、いやディフェンスのプレッシャーが厳しい筑波大学。ここは平岩外角のシュートがリングに上がって打ってきました。名門東海大学の中で1年生にしてポジションを掴んでいるこの25番の平岩。もう彼はね、ユニバーシアードのメンバーにも入ってますからね。そうなんですね、土浦、はい、日大高校ウィンターカップでは準優勝を成し遂げてきた平岩。その平岩と4年生の木林とのマッチアップ、1年生対4年生は木林抑え込まれました。平岩がよく守っています、はい、頑張ってますね、はい、ファールしないでね、本当に足を使って前進してますね、はい、寺園がスピードを生かしてきました。この位置からシュートが来た、わずかにリングの手前、ちょっと遠かったですかね、はい、狙えるところまで狙ってきました。三田はボールをプッシュしてきます。行くからは三田にボールを託していく、ワンフェイク入れて中山を外して三田のシュート、落ちてリバウンドは大谷がキープしています。寺園、先ほどは自ら遠位置からのロングシュートを放ってきました。ポイントガードではありますが、この4番の寺園がチームの中で最も点を取っています。シューターの白戸、わずかに落ちました。あの白戸が今大会ちょっと当たってないんですね。ね、スリーポイントシューターですからね、はい、東海の中でね。ただ打った方がいいですね、はい、いいですよ、はい、ボールを回して筑波大学、杉浦は外角からのシュートが非常に多くなっています。杉浦のプレースタイルの変化というのは高校時代から比べてどうでしょうか。本当に今もスリーポイント打ちましたけども、外からのシュートが多くなってきましたね、はい、そうですか、はい、もちろん彼ねインサイドもできるんですけどね、はい、幅は広くなりましたよね、その杉浦の頭の上を通り越して、ここは大谷近づき4年生の意地を見せていきます。去年は左足の靭帯損傷で立てなかったインカレのコートです。
さあ接戦の様相で幕を開けています。第1ピリオド7対6東海大学はわずかに1ポイントリード。司令塔の一環、ここは一旦木林にボールを入れる。後ろは1年生の平岩。ショットクロックが残り3秒になる。杉浦スリーポイントだ。よく守られました。いやよく守りました。いいディフェンスしてますね。得点にそしてディフェンスに東海大学の3番の大谷がいいプレーを見せています。寺園イッカラを外してクローター打ってきました。リバウンドはイッカラです。まだ寺園に大きな当たりはありません。イッカラは自分で行くか。エリアの中に入ってポンフェイクを入れてバスケットポイント。大谷を翻弄していきました。筑波大学の司令塔イッカラ、今うまくねポンプヘッグしてね、はい、大谷が飛んだところ、はい、今落ちてもフリースローもらえる、なるほど、そういうプレーに持っていきましたね。さすが4年生キャプテンですね。もう今や大学では屈指の司令塔ですが、そうですね、高校時代までは決して名前があった選手ではありません。大学で大きくブレイクして筑波大学のキャプテンになりました。自分のためにというより後輩たちに勝たせてやりたい、それがこのイッカラの今大会にかける思いだそうです。いやもう自分のためにも頑張ってもらいたいですよ。そうですね、はい、そういう思いももちろんありますが、やっぱり先輩たちが勝たせてくれたので、自分の先輩のように後輩たちに勝たせてあげたいという思いがあるようですが、さあスチール、シュートのババ、2対1ですが、ババは外にはたいてシューターの水田にボールを託していく。リバウンドは取れません。東海大学もね、はい、今自分たちターンオーバーミスしたんですけども、はい、5人の入りバック戻るのが早いですよね。そうですか、はい、あ、またこれですね、また東海大学はシュートまでいけない。馬場が来る、馬場にガラスを供給していく。おー、ナイスミスを落とした。守ったのは大谷。東海大学がゴール近辺でよく守っています。ディフェンスの東海、そしてシューターの白戸はまだ来ません。あの11番の白戸が当たってくると東海大学は一つ得点を取れるパターンが増えてきます。ただね、今ね入ってませんけどね、はい、彼はねチームの中のシューターですから、落ちてもですねどんどん打ち続けなきゃいけませんね。東海大学は唯一の弱点は得点力不足というのが、はい、春のトーナメント秋のリーグ戦と言われていて、このインカレに向けてはチーム合計で10万本のシュート練習を行ってきたそうですその成果を出す舞台がこのインカレの決勝の舞台です。木林からローポストには入らない。筑波大学も筑波大学のオフェンスが続きます。ショットクロックはまだ14秒あります。ここで東海大学はメンバーチェンジを行ってきました。3番の大谷が下がって10番の鶴田が入ってきました。25番1年生センターの平山もベンチに下がって19番の三井が入ってきました。あの東海はね、本当メンバーチェンジ、はい、ベンチプレーヤーもね、あの自分たちやるべきことを本当によく分かっている選手、はい、あのメンバーチェンジ多いですよ。これ 2-3 に変えましたね、はい、2-3 ゾーンに仕掛けてきました東海大学。あっと、オフェンスリバウンド絡んでいった。ディフェンスファールをもぎ取っていった杉浦です。まあ、あそこでディフェンスファールをちゃんともぎ取っていくだけ飛び込んでいくというのが、そうですね、ここです、ね、今11番のね、はいはい、これやっぱね高さのミスマッチになってしまってますからね、はい、これしょうがないですよね、1試合平均で 23.8 ポイントを取る杉浦です。森さん、はい、この今フリースローを打っているゴール裏にですね、はい、チーム名シーガルスと書かれた水色の横断幕があるんですけれども、はい、こちら OB OG 地域の方がリーグ戦の時に書いた寄せ書きがびっしりと書かれているんです。ここですね、はい、会場にはいないシーガルスファンの思いも持ってきて、この会場に持ってきています、はい、東海大学はシーガルスというふうに呼ばれてますけれども、ま、両チームともそうですけれども OB が、あーっと外からシュートを、そういった全ての人たちの思いを背負って打ち抜いた寺園のシュート、このインカレに向けてチーム全員で10万本のシュートを放り込んできたという、その成果がこのインカレ決勝で出てくるでしょうか。さあ馬場は外からシュートですが、いや今ちょっと手滑りました ね、 そうですね、エアボンですね。馬場、まあ、はあのチーム状況によっては司令塔のポジションもこなしていきますし、非常にバリエーションの多い選手でもありますね。そうですね、ね外からのシュートも、はい、あの年々上手くなってますし、ね、まあ一番得意なのはねドライブからのダンクですけどね、はい、大学生で1試合2本ぐらい打ってきますからね、馬場、はい、はダンクシュート。さあ中山です、東海大学のもう一人のポイントゲッター馬場、にマッチアップ、いやここはダブルチームに行った、トイミングバイオレーションを注ぎ出しました筑波大学のディフェンスです。ディフェンスの東海でもありますが、筑波大学も川内さんからあったように筑波大学も守りはいいチームです。そうですね、はい、
東海大学は33番の鈴木隆が入ってきました。筑波大学は14番の畑、畑は2年生です。鈴木は4年生が入ってきました。両チームともこの第1ピリオド終盤にかけてメンバーチェンジを行ってきています。ただね、ここまでの展開、はい、やっぱね、両チームともディフェンスがオフェンス勝ってますね。ディフェンスがいいね、はい、1からのジャンプシュート、綺麗なシュート。後輩たちに勝たせてやりたいという思いでコートに立っている4年生キャプテンの生原。さあ一方寺園の東海大学のキャプテンは4番です。途中から入ってきた10番の鶴田、ショットクロックはまだ10秒あります。さあどうする、途中から入ってくる関野はどうするか、自分で仕掛けていって外にパスを叩いて鈴木のシュートは落ちています。さあ走ってますよ、馬場がいる、馬場がいる、馬場はここはセーフティーに打ってきました。目の前は170センチという寺園でした。ただ馬場はあれ上からダンクということはそうですよね、はい、あのね、自分たちがリバウンド取った瞬間にもう走ってますよね、馬場ね、まあ、走るといえば馬場の一つの大きな特徴の一つでもあります、はい、いや、いかがいいディフェンスだ。寺園の進路を塞いでいる。関野に対しても杉浦が厳しいマークをしついている。19番の三井のシュートは落ちて、あっとこれは、はい、ここはディフェンスファウルです、はいはい、オフェンスが、はい、ディフェンスを押してしまったということで、はい、33番東海大学です、ね、はい、鈴木ですね、東海大学鈴木のファウルです。チームファウルは今東海大学今のファウルで4つになりました。次ファウルがあると全てのファウルがフリースローに直結します。東海大学です。第1ピリオドは残り1分20秒、一発スクリーンを使ってノーマークになった瞬間、はい、まさかね、バンクショットじゃないと思いますよ、はい、ちょっと伸びてしまった、伸びてしまった、よく入りました、それが入りました。さあ8点リードを広げてきました筑波大学です。これファウルになったんですかね、あのボールのないところで、はいはい、筑波の14番、はい、そうですね、はい、ファウルですね。筑波の14番旗の絵、そうですね、チームファウルはまだ2つ目。筑波大学第1ピリオドは残り1分5秒です。ショットクロックは16秒あります。鶴田ジャンプシュートが落ちて6番の馬場、一回はボールを運んでいきます。あっとこれはオフェンスファウルだ。ボールがないところポストアップしていた8番の木林、オフェンスファウルを取られました。この後です、このシーンです。今画面の向かって左側、10番の鶴田に対してオフェンスファウルがありました。今ファウルをした木林が下がって81番の小原が入ってきました。4年生です。残りは 55.4 秒という第1ピリオド、得点差は8ポイント、8点を追いかけている東海大学。寺園、三井です。オールランダーの三井がスピードを生かしてレイアップを打ってくる。このシュートが落ちて筑波はファストブレイクにはいきません。第1ピリオドは残り40秒切りました。ハーフコートのバスケットに入ります。サインを送る生原、目の前は寺園、馬場は今コーナーのところ、杉浦はコートにいません。その馬場、自分で行くか。ショットクロック残り5秒になって、今日当たっている生原はオフェンスリバウンドは取れません。これ最後のあれですね、第1ピリオド、はい、最後のショット、これどうしても東海ね、得点欲しいですね、はい、8点を追いかけている東海大学。さあ残り10秒切りました。第1ピリオドどうくるか、ポイントゲッターでもあるキャプテン、司令塔の寺園は後ろのパスを叩いて、ロックスリット、最後は最高の形で締めくくりました東海大学。それでもリードは3連覇を目指す筑波大学、18対13、5ポイントリードで第1ピリオド終了しています。1週間にわたって繰り広げられてきた大学の頂点を決める戦い、インカレの決勝戦、最後の試合です。筑波大学対東海大学という3年連続同じ顔合わせ、全国の筑波東海包囲網をかいぐって今年もこの両チームがしっかりと決勝戦に進んできました。その中で第1ピリオド筑波大学が5ポイントリード、ただ最後に東海大学もあの三井のスリーポイントシュートで追い上げムードを作って第1ピリオドを終了させていますね。本当にいい終わり方をしましたからね、はい、東海ね、この第2ピリオドのスタートね、なんとか自分たちあの早くまず同点にしたいですよね。そうですね、はい、これは筑波大学生原の第1ピリオドのプレー、キャプテンのプレーが行きました。そ
その後にボードに当たってスリーポイントが入りました、ね、はい、こちらは馬場、馬場は第1ピリオド4ポイントを挙げています。さあ第2ピリオドのスタートです。紺のユニフォームが東海大学、白のユニフォームが筑波大学です。キャプテンの寺園、スリーポイントシュートを第1ピリオドで1本入れています。ミスダブルチームに行った。ディフェンスの厳しい筑波のマークに合いました。まず立ち上がりは筑波がディフェンスで東海大学にプレッシャーをかけていきます。そうですね、ペイントエリアに入ってダブルチームっていうのは、はい、ハードになる可能性が高いんですね、はい、今ペイントエリアに入る前でダブルチーム行きましたよね、はい、だから本当に、ね、筑波もチームディフェンスがしっかりしてますよね、はい、さあ馬場、ここは馬場がゲームを作っていくんでしょうか。馬場対33番の鈴木とイバッチアップ、そして控えのポイントガード4番の青木、杉浦はちょっとボールがハンブルしました。青木から杉浦がうまくなっている。高校時代福大大森高校で全国を沸かせた2人でもあります、青木康則とそして杉浦雄星。今でもね、大原がね、うまくね、スクリーンかけましたね。なるほどね、そういったセンタープレイヤーのヘルプをしたというのが筑波大学です。森さん、今杉浦スリーポイント決めましたけれども、学生選抜の5月韓国遠征を行った時に初めて3番ポジションでゲーム出たそうなんですね、はい、そこからシュートエリアが広がったことによって、バスケットボールの幅が広がったと、もう高い位置でボールを持っても怖がらなくなったという話です。そうですか、という田淵アナウンサーのリポートですが、まあ、確かに川さん、杉浦は関係者に聞いてもプレーの幅が広がったという、いや本当そうですよね、はい、もともとねインサイドはうまかったですけどね、ステップインとかうまいんですよね、はい、ただその馬場から杉浦、ね、スリーポイントが加わりましたからね、はい、今度はここはハイポストからのジャンプシュート、杉浦。さあ筑波のポイントゲッター杉浦が第1ピリオドの勢いそのままにこの第2ピリオドに入ってきました。22対13、筑波大学がリードを広げて東海大学がタイムアウトを要求しています。この第2ピリオドに入って杉浦の連続得点もあってリードが10点と広がってきました筑波大学です。高校時代から桁違いの破壊力を見せていた福大大濠高校出身の杉浦、一方10点のビハインドと変わってきた東海大学、どう挽回していくでしょうか東海大学です。筑波のちょっとディフェンスが厳しいですね、はい、厳しいですね、はい、よくね足が動いてますよね、はい、なかなかゴールに近づけない中、中山がパスアウトして81番の関野のシュートは落ちて馬場のリバウンドです。そしてこの第2ピリオドから馬場がゲームを作るようになってきました筑波大学。その馬場からパス1本で杉浦に得点を取らせようというパスです。4年生の81番、小原がフロアを叩いています。そうですね、ちょっとね、リバウンドのところをちょっと押したんですかね、ファウルになりましたね、はい、81番のこの小原、筑波大学の4年生のセンタープレイヤーです。もう本当ね、彼4年生なんですけども、求められていることは、はい、ね、東海大学のセンタープレイヤーに、ね、何しろ得点を、はい、許さずに、はい、あとはやっぱりリバウンドですからね、はい、今は1年生の左側がコートに立っている東海大学のセンタープレイヤーです。中山がポイントガードのポジションに入ってきてブロックショットになりましたが、2人が飛び込んでいった筑波大学のシュートマンのディフェンスです。先に触ったのは14番の旗のように見えますけれども、そうですね、旗ですかね。14番の旗のパーソナルファウルです。2つ目のパーソナルファウルです。簡単にレイアップはさせないぞっていうぐらいね、本当に今2人ブロックショット飛んできましたね、はい、この第2ピリオドに入ってこの関野がゲームを作る役割を任されています。まあ、東海大学はエースの伊藤がね、まあ、冒頭にもお伝えしましたけれども、はい、右手の骨折と怪我、ポイントガードのポジション不動の正司令塔がいなくなって、この81番の関野であったり13番の中山であったりシューティングガードを務めていたポジションの選手がゲームを作るという時間帯がいくつかあります。こちらがその怪我をしてしまった伊藤です。4年生の伊藤達也、中学時代から本当にそうですね、ナンバーワンクラスのプレイヤーですかね、はい、もう本当ね、ポイントガード、はい、ね、伊藤がいるっていうことをね、もう全国にやっぱり知れ渡ってましたよね、はい、その達也のために、伊藤のためにという言葉を合言葉にしている東海大学ですが、ここは 2-3 のゾーンを敷いてきましたが、それを切り裂いてきた筑波大学です。
さらにリードを11点と広げていきました。森さん、はい、その伊藤選手のためにということなんですが、はい、今監督の、陸川さん、また応援席の皆さん、今日作った35という、はい、あの伊藤選手の背番号のリストバンドをつけて今応援しています。あ、そうなんですか、はい、あ、これですね。あ、はい、確かにそうですね、その黒のリストバンドです、はい、伊藤選手の背番号35番のリストバンドを作って、それを、まあ、B チームのメンバーもしっかり身につけて、今コート上の選手たちに応援を送っています。コートに立てないメンバーの分も背負って戦っているこのメンバーたち。さあ追いかける東海大学、外からスリーポイント、37番秋山のスリーポイント、こういうねベンチから出てきてですね、こういうねタフなショットを決めてくれる、はい、これがやっぱ東海大学なんですね、東海大学のロングシュートは日本一を取り戻すためにこの冬にかけて打ち続けた10番本のシュート練習の集大成。そして今度はレイアップ、これタイムアウトでしょうね。東海大学の逆襲が始まる、6ポイント差に縮めてきました。王者筑波大学タイムアウトを要求しました。我慢しよう我慢しよう我慢しよう、さあ一時は10点以上の差を広げにかかった筑波大学ですが、そこは東海大学の意地。いやこれね、見事にね狙ってましたよね、はい、ここは関野が走っていきました。相手のエースを止める役割がこの関野の大きな役割でもありますが、それに加えて伊藤の怪我によって経験がないポイントガードのポジションを務める時間帯もあります。あのでもあれですよね、脚力もありますしね、はい、本当にねスタミナ抜群ですからね。あの筑波の吉田監督が話をしていたのは、東海大学の伊藤が怪我で欠場することによってかえってチームの結束力が固まったような気がすると、そんな話をしていました。やっぱね大学スポーツ界、またあのねバスケットボールのねそのチームの輪っていうんですかね、はい、そういうものがね本当にね、吉田ヘッドコーチからするとね、なんかね、はい、怖い感じがしますよね。特にあの大学スポーツですから4年生の最後の意地、そうなんですよね、はい、その4年生が出られない、エースが出られないという思いをこのコート上に立てる選手たちがどれだけ感じてプレーをしていくか、それが筑波にとっては大きな一番の脅威かもしれません。おっと、木林がボールを失ってしまった。後ろから1年生の平山がしっかりとプレッシャーディフェンスをしている。寺園のロングシュートは落ちた、オフェンスリバウンド取った、シュートは入りませんでしたが、オフェンスリバウンドにもしっかり入っている東海大学。37番の今は秋山、ちゃんとですよね、はい、オフェンスリバウンドで行ってますよね、あ、ここは大谷のプレーですね、失礼しました、はい。さあしかし依然リードは筑波大学であることに変わりはありません。控えのポイントガード青木、エリアの中に入ってきた、左側でこの前赤のシュート、素晴らしいボディバランスを見せました。今ですねエースの馬場をちょっと休ませてますね。あ、そうですね、はい、筑波、はい、馬場は今ベンチにいます。その中で出番を与えられた2年生の畑、スピード感あふれるドライブで得点を取ってきました。森さん、先ほどピリオド感なんですが、馬場が、まあ、同級生青木に対してポイントガード、はい、一番ポジションのことについての何かアドバイスをしていたシーンがありました、はい、今画面の中央にいる6番の選手が馬場。あとちょっと気になるんですけれども、試合前に馬場選手かなり右手首に固くテーピング巻いてたんですね、はい、今一瞬映りましたね、はい、あの昨日のゲームでダンク行って失敗したときに右手をかなり強くついてしまったということで、なるほど、はい、まだ痛みが残るようです。そうなるとちょっとシュートの時のスナップが ね、 そうですね、少し気になります、はい、馬場は今ベンチタイムという筑波大学。いや今ですね、筑波は杉浦馬場と、はいはい、両得点源ベンチに下げてますね。そうですね、そういう意味では東海大学はここは点差を縮めるチャンスかもしれませんが、一方ベンチから出てきた筑波大学の選手たち、ここはディフェンスのファウルです。37番の秋山です。やはりあれですね、この両国、ね、大学はですね、はい、ベンチから出てきても、それほどですね、ね、変わりませんよね。そういうことになりますかね。そして馬場が入ります。あ、今馬場が来ますね、うん、先ほどはこの馬場がポイントガードを務めて4番の青木が2番ポジションを務めるような、ね、はい、スタイルを取っていましたが、ここはどうでしょうか。馬場はスコア、あっとここはターンオーバーがありました。スローインにミス、3番の大谷が運んでくる。さあキャプテンの寺園、
どういう攻めを見せてくるでしょうか。約束ごとで攻めてきます東海大学。寺園はディフェンスファウル、4番青木のファウルです。来季のキャプテンでもありますこの4番の青木、福大大濠高校ですから杉浦とは同級生で高校生になってきました。さあここでキャプテンがコートに戻ってきました。いくからです。馬場も戻ってきて、いくからも戻ってきて、杉浦はまだベンチという筑波大学の5人です。一方東海大学もスターターのシューター白戸が戻ってきました。なんとかね、立川はね、ヘッドコーチはね、はい、白戸の1本のスリーポイント、はい、そうなんでしょうね。昨日までの4試合で11分の1という、その白戸は今コーナーにいますが、その白戸だ、ちょうどだ、まだ来ない、まだ来ない、まだ白戸のシュートは来ない、おっとおっと、ラッキーだ、パスをつないで、しかしオフェンスリバウンドをつなぐ形を作りました東海大学です。いやここら辺はね、さすが東海しぶといですよね、はい、リバウンドとルーズボール、ここだけには絶対にこだわるという話を選手はしています。そういういい面が今出ましたね、はい、いったら、さあそして戻ってきた馬場、中山とのマッチアップです。シュートショットクロックは残り3秒2秒、ちょっと苦しくなった、難しい、おっと、やりました、崩れた体勢から見事にネットを揺らしました。キャプテンのいったら、本人も入ったなというような苦笑いの表情を見せていましたが、東海大学にとっては効く1点になり、効く1ゴールになりました。そして馬場のスティール、いやスティールですね、今ねヘルプから東海大学も戻りは早い、ディフェンスの体勢を整えました。遅れて馬場が今入ってきました。いくから、素晴らしいドリブルマーク、外してミドルシュートは落ちてリバウンド、しっかりつないだ、いいオフェンスリバウンドだ。1年生の増田、福大大濠高校出身です。さあここで筑波大学がまた点差を2桁点差以上に広げてきました。32対21、一時は6点差に縮められた筑波大学ですが、また11点差、点差を広げてきました。点差が縮まりかけたり広がったりしていますが、その差はどこで生まれているんでしょうか。今ですね、ノーマークで打っているにもかかわらず、いやいや、東海大学は外からのシュートが、ね、なかなかね、またシューターね、下とか入ってませんよね。決してね、なんつうんですかね、オフェンスの終わり方は悪くないですよね。だから、ね、ハイリーバックもしっかり来ていて、ね、簡単にシュートをですね、筑波のシュート打たせてないんですよね、はい、ハーフショット打たせて、ただその後のディフェンスリバウンド、はい、ここがね、もう一本、今ね、タイムアウトの時に陸川ヘッドコーチ言ってましたけども、はい、一歩、ね、半歩遅いと、はい、リバウンド、またルーズボールのポジション取りが遅いと、はい、いうことを言ってましたね、はい、そういった泥臭い部分で相手より上回らないと筑波は対戦で倒せないと思います。そうですね、あると思います、はい、さあタイムアウトを取った東海大学です。寺園のボールコントロール、キャプテンです。このチームの中ではこの寺園が最も得点を取っています。平均 15.5 ポイント。入った、ゴール下に入った、パスを1本通してきました。大江のシュートはしかし筑波のディフェンスの前に阻まれていきました。あ、今ババがブロックショットですよね。ですね、行くから、フェイクを入れて、おー、1年生を入った出番を与えた1年生の増田、まあ、出番も多くありませんけれども、ここまでの4試合もバックアッパーとしてしっかり試合をつないでる印象があります。本当にベンチから、ね、出てきて、ね、自分の仕事してますよね、はい、中山はどうするか、自分で行くか、いや、三田がいいディフェンスだ、いいでしょ、筑波のいいディフェンス、しかし入ったところがある、これも前にカードをもらいました。筑波のディフェンスが非常に厳しいんですが、その中でもペイント以内で空いた選手を見つけた中山、その中でファウルをもぎ取っていったのはシューターでもある白戸のプレーでした。明星高校出身、高校時代はのウィンターカップ優勝を果たしているこの白戸です。東海大学はオールラウンダーの三井4年生が入ってきました。でセンターに鶴田が入ってきましたかね、はい、1年生の平岩がベンチに下がって、はい、10番の鶴田、サウスポーのプレーヤーが入ってきています。東海大学です。筑波はですね、センターの木林が今、はい、2つですからね、パーツ、ね、はい、ああ落ちました、ちょっと気をつけなきゃいけませんね、
白いユニフォーム筑波大学の8番のクラブです、はい、三田その木林です一からからさあ注目の馬場いやよく守るいや2人がかりで東海大学は馬場に対して守りますトンネリングバイオレーションです馬場がドライブを仕掛けるとやはり一気に来ますね守りはそうですね、あのここら辺はね簡単にね、はい、馬場にレイアップさせない、あの東海大本当ねチームローテーションのね、はい、いいねディフェンスしてますよね、はい東海大学の選手が話していたのは個々の能力対決をしようと思わない方がいいという話を筑波大学の対策として話をしていました中山が仕掛けるパスを出した狭いところにパスを出してきました今飛びましたねよくね中山は先ほどもゴール下に1本鋭いパスを、はい、通しましたが自分で仕掛けて相手のディフェンスを引きつけて空いたところにパスを通していくという中山のプレーです筑波大学は17番の杉浦もコートに戻ってきましたこれで3年生両ウィングマン馬場、杉浦揃い踏みという筑波大学の時間が始まっていきますここら辺ですね吉田ヘッドコーチはやっぱね第2ピリオド、はい、全般の終わり方、残り2分23秒、はいうん自分たち気持ちよく終わりたい、はいはい、それで後半に持っていきたいってねここら辺の、ね、メンバーチェンジってねやっぱさすがですねベンチ登録15人のメンバーをフルで使ってきますボールコントロールは行くからここ、はい、ここはでも東海大学はなんとかね、はい、一桁で終わんなきゃいけませんね、依然まだ11点差行くからショットクロックはあっとパスミスがありました今谷市にパスは通りませんでしたこちらは筑波大学を率いている吉田健二監督元日本代表ヘッドコーチでもあります2001年から2003年まで代表を率いていました中山です中山に対しては馬場のマッチアップ中山がスピードを出してきた馬場は相手の守備を引きつける役割に徹していますそして寺園クローバーに入れてきたオフェンスをブロックまた馬場が舞い上がってきたいやいや、右の手首大丈夫そうですね驚異的な跳躍力を馬場は見せていますいや、本当ね、飛ぶね最高到達点に行くのが早いですよね、去年優勝の MVP プレイヤーでもある馬場リバウンドは筑波大学がキープしましたまたもうね、ゴール下にいますからね馬場が今コーナーからペイントエリアを横切って行くから見て左側のコーナーに回ってきましたコート上には杉浦もいる筑波大学最も得点が取れる5人がいますミスだトラベリングバイオレーションだ筑波大学にトラベリングがありましたちょっとミスもあるのも確かです筑波大学そうですねその中で東海大学はどうつけ込んでいくかいや今ね中山がねドライブからねこれ切り込んでね、ノーマーク、ねはい、うまく作ってるんですけどね、ここは入れません。その中山。いやちょっと進路塞がれています。スリーポイント放ってきました。落ちてリバウンドは筑波大学。また馬場ですよ。はい、何かこう得点を取ることよりも周りを生かしたいこうつなぐところに徹してる部分も馬場は見て取ります。はい。特にねディフェンスリバウンドは本当すごいですね。そうですね。はい。ブロックショットを含めて。これファウルですね。ここはディフェンスファウル。杉浦に対して19番、三井のファウルです。第2ピリオドの残り時間は44秒です。ファウルでしたのでショットクロックは残り14秒。得点差は現在11点あります。杉浦から三井にボールが入って、ミスマッチだ。さあここは杉浦、はい、もうここは身長差があります。しかしこれを沈めることができないポストプレーただオフェンスリバウンドをつなぎました筑波大学ですまだミスマッチが続いていますいくからのスリーポイント落ちてここは東海大学中山白戸前は馬場寺園ですいや両大学とも早いですね、はい、ミスした後の戻るのがさあ最後にゴールを決めてこのピリオドを締めくくることができるか東海大学ショットクロック5秒になるフェイクを入れて三井のシュートはここは落ちました
このピリオドは最後のシュートを決めることができませんでした。東海大学第2ピリオド終わって王者筑波大学リードは11点と変わっています。34対23で筑波大学リードで前半が終了しています。東京国立代々木競技場第2体育館から生中継でお伝えをしています。三菱電機スポーツスペシャル第68回全日本大学バスケットボール選手権大会男子の決勝、筑波大学対東海大学の一戦、前半が終わって34対23筑波大学がリード。現在コート上では早稲田大学男子チアリーディング部によるパフォーマンスが行われています。それでは前半のハイライトをご覧いただきましょう。3年連続同じ顔合わせになったこの筑波対東海大学、過去2年はいずれも筑波大学が勝っています。まあ、前半から非常に激しいディフェンスの意識が非常に感じる入り方です。そうですね、はい、それも両校ともそうですよね、注目の馬場。一方東海大学、ここは3番の大谷、非常に身体能力の高いプレーヤーです。キャプテンの寺園の打ち抜いたスリーポイントはまだ1本だけ、外角のシュートもう少し10万本の練習の成果が出てくるのが変わってくるでしょうね。そうですね、まだ単発ですよね、はい、一方筑波大学17番の杉浦、杉浦の今日の調子はどう見ますか。ここまではシュートのタッチいいと思いますね、ただね、そうは言ってもね、はい、なんか東海、杉浦に対してはなかなかノーマークにはさせてもらえない、いいディフェンスはしてると思いますよ、はい。一時は東海大学も点差を一桁に縮めるところまで来ました。特にこの37番の秋山のスリーポイントが決まった瞬間以降は東海大学の時間もある程度ありましたが、結果的にしかし第2ピリオド終わって、前半が終わってまた2桁点差に筑波大学がリードを広げ直しています。改めて放送席解説は明治大学で昭和49年51年インカレ3連覇を達成されています元男子日本代表ヘッドコーチの河内俊光さんです。前半のこの11点差の差というのは原因はどこに見ますか。そうですね、ちょっとしたですねディフェンスリバウンドと、はい、それとあとやはり東海大学は、はい、ファーストブレイク、はい、ディフェンスリバウンドがしっかり取れてないために、はい、ブレイクが1本も出てませんよね。確かにそうですね。筑波はですね、はい、この早いプレーで、ね、2、3点やっぱ6点ぐらい取ってるんですね、はい、やっぱその分が出てると思いますね、ここは馬場のブロックショットのシーンを改めてご覧いただきますが、中でもこの馬場、杉浦は得点の面ですでに活躍を見せていますし、馬場は得点こそまだ4点止まりなんですが、その他のプレーの部分で、いやもうディフェンス、ね、またブロックショット、ディフェンスリバウンド、はい、やっぱ本当ねチームのエースですよね。後半に向けては得点についても少しこう顔を出してくることも十分予想されますよね。さあ前半が終わって今ハーフタイムに入っています。筑波の3連覇なるか、それとも東海大学今年こそこの後逆転でリベンジなるんでしょうか。筑波大学対東海大学の一戦、現在はコート上ハーフタイムとなっています。ここからの放送は三菱電機スポーツスペシャル第68回全日本大学バスケットボール選手権大会男子決勝、筑波大学対東海大学の一戦は34対23筑波大学のリードでハーフタイムに入っています。今大会の優勝校と大会最優秀選手には大会特別協賛者であります三菱電機より豪華賞品が贈られます。優勝校には 4K 対応レーザー液晶テレビリアル 4K58V 型、そして最優秀選手にはブルーレイレコーダー内蔵液晶テレビリアル 32V 型が贈られることになっています。この放送は東京の代々木第二体育館より生中継でお伝えしています。この後後半戦です。大学日本一を勝ち取るのは今年も筑波大学なのか、それとも
東海大学のリベンジになるのか。これから後半戦に入ります。前半のデータスタッツが入ってきました。確認しておきましょう。まあ、川さん、この両チームの各部門の数字見て気になるところはありますか。やはり東海大学のシュートのね、はい、成功率、はい、これがね悪いですよね。ちょっと2ポイントも3ポイントも低いです ね、 ただね、このやっぱ両大学はね、やっぱディフェンス、はい、やっぱ相当ねプレッシャーかけてますから、はい、簡単にノーマークで打たせてもらえない、こういう前半ですよね、はい、ですからそのディフェンスをかいくぐってどちらが確率を上げ、特に東海大学は上げていくか。それが点数。おっと、素晴らしいリバウンドを取りました。大谷頑張ってますね、リバウンドね。ディフェンスリバウンドでしっかりつないで、さあ1年生の左は、前は4年生の木林、トラベリングです。いや、ちょっとですね、両ねチームともですね、はい、ターンオーバー多いですね。ちょっと気になりますね。すか、はい、ここは1年生の左はがトラベリングを取られて筑波大学ボールに変わりました。ババがゲームを作ります。そうですね、はい、今ポイントガードのポジションにいますね、はい、トップのポジションにババ、6番のプレーヤーです。今ボールを持ったババ、収録の選手です。ただババにはダブルチームに行った、ダブルチームに行ったところ、ここは東海大学の激しいディフェンスの前にババがいいパスを出すことができませんでした。東海大学は点差を詰めるチャンスです。寺園がサインを送ります。寺園と行くからのマッチアップ、大谷を経由して中山、ワンフェイク入れて、大谷はまだシュートを打てません。ちょっとここはターンオーバーが出ました。あー、走ってるの筑波大学から最終的にはババのフィニッシュ。あのね、ババがこうね、はい、ファーストブレイクで点数を取るところでどん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 筑波のペースになりましたからね、これ気をつけなきゃいけませんね、まあ、筑波大学の攻撃の一つのストロングポイントはファーストブレイクの形ですよ ね、 すね、これはどうだ。ここは東海大学キープ。筑波大学にボールを渡しませんでした。スリーポイントくる。まだ白戸のシュートはリングに嫌われている。森さん、はい、ハーフタイム中の吉田監督の指示なんですが、はい、ディフェンスはいいのでそれは続けていこうと、はい、特に東海はドライブでのプレーが多いのでペイントエリアに入れさせないように守る、はい、そしてスリーポイントが後半当たり出すかもしれないので、はい、その辺しっかりチェックしていこうという。来ました。さあ、ババのプレーが、ここはディフェンスファールです。田淵アナウンサーの筑波大学のハーフタイムの情報をお聞きいただきました。確かにペイントエリアに入ってくるプレー、中山あたりがこう壊し第2ピリオドを壊していって、はい、筑波のディフェンスを壊していってチャンスを作るというシーンはありました。あのね、外から入らないんですけども、やっぱディフェンスとしては、はい、やっぱ壊されてるか、はい、ここは筑波の三田のシュート落ちてオフェンスリバウンドを拾った木林がいいリバウンドを取りました。あのね、東海はね、このリバウンド取らないとあれですよね、はい、おっと、ここです。ここはしかし筑波大学にミスがありました。東海大学速攻でいくか。中山はパスを出した。左は平野を打ってスリーポイント。寺園中盤コンのシュート、その成果が生かされる舞台です。来ましたよ森さん、はい、この東海大学の前半折り返してハーフタイムの指示なんですが、前半は消極的になり全く東海の試合ができていない、去年と同じくビハインドで折り返しているので、1年前の課題を返すためにも積極的なバスケを後半はしようと気持ちの面での指示がありました。そうですか、はい、という東海大学サイド上中アナウンサーのリポートですが、やはりね、こう川さん、3年連続同じ相手の胴上げを目の前に見るわけにはいかないという思いが。そうですよね。しかもエースの伊藤はご覧のように右手骨折、今大会はプレーすることはできません。その伊藤の分もという思いを選手たちは背負っています。ここは筑波大学ボールです。でこのね、筑波が今ね、ちょっと外してますよね。このゲースリバウンド取りたいんですよね、東海はね、はい、ショットブロック14秒から試合にスタート。これまたあれですね、これゾーンディフェンスに変えますね、はい、2-3 のゾーンです。あまり東海大学はゾーンディフェンスをしないんですが、杉浦に対してブロックショットに行ってよく守りました。筑波に得点を許しませんでした。大谷からディフェンスの裏、いや、ここは一からがよく見ていました。あの両チーム大学あれですよね、ペイントエリアでは、はい、本当にね、簡単にシュートさせてもらえない、はい、ディフェンスの寄りが本当に速いですよ。そうですね、今平岩がよく木林の裏を取ったんですが、一からがそのボールの行き先を見ていました。ここは白戸、うわ、まだ来ない。ただオフェンスリバウンドを取りました1年生の平岩。ここは白戸落ちません。寺園、
おっといここから打ってきた寺田当たり始めてきましたキャプテン。いや今のこの日本のね連続スリーポイントですよ。平均 15.5 ポイントを今大会上げている寺園のスリーポイントが決まって東海大学が点差を詰め始めています。背番号4番キャプテン寺園のスリーポイントシュートが決まってさあ東海大学が追い上げのムードを作り始めています。7点差となりました。もう完全これワンチャンスで追いつく、そうですね、はい、そういう得点差になりましたからね。逆につくばこれ大事なオフェンスですね。レイアップは外れた。リバウンドはオフェンスリバウンドつくばいいオフェンスへのミスターですかね。昨年もレギュラーでしたこの2番の三田、1本目は外しましたが2本目自らオフェンスリバウンドをキープしてセカンドアタックを決めてきました。さあ一方東海大はどうするか。スリーポイントが来る。なかなか外のシュートあの後は白戸が当たってくれば東海大学一つ突破口が出てきます。あこれトラベリングですか。トラベリングです。三林のトラベリングバイオレーションです。今これムードがどちらかに傾きかけてる時ですよね。そうですよね、はい、連続得点を灯していった方がどうやらこの後リズムを作れそうです。寺園一からとのマッチアップ。ここは大谷、大谷の目の前は杉浦。ここは白戸と杉浦のマッチアップに変わります。寺園はここは外れた瞬間になってきました。今のタイミングのシュートセレクションはどうでしょう。いや今のはちょっとあれですよね、無理なねタフなショットですよね。もう少しですねボールをですね動かした方がいいと思いますね、はい、ボールが一箇所に止まってますね、はい、筑波大学はメンバーを変えてきます。三田に変えて14番の旗を出てきました。2年生のプレーヤーです。ここで81番の関野を入れてきました。11番の白戸はベンチに下がります。あのちょっと東海はあれですね、はい、上からねちょっと仕掛けてますよね、はいはい、オールコートで、はいはい、プレッシャーかけてますね、いいですね。一から対寺園、そして杉浦には大谷がマッチアップ。大谷が抜かれる。よく守った大谷。東海の大谷よく杉浦を抑えました。寺園が行ってトースになってきた。レッドプレーが出ました。コートに立てない達也の思いを背負って戦おう、そうこのキャプテンの寺園は話したそうです。その寺園が右手に包帯を巻きながらベンチで1回戦からずっと仲間の戦いを見つめています。去年も一昨年も筑波の前に屈した東海大学です。スリーポイントプレーになりました。いやこれはただの3点じゃありませんよこれ、はい、6点差です、はい、ムードとしては今完全東海のペースに入ってますね。ダブルシグに引っ掛ける、はい、マッチアップを戻します。杉浦には大谷、先ほどビッグプレーを決めた大谷、しかしヘルプの前線に左にも入ってくる。ショット、大谷のいいプレーが2本続きました。東海大学の時間が始まります。左に飛びました。まずはルーズボールになる。飛び込んだ。ルーズボールになる。ボールは東海大学ボール。いやでも今のねやっぱね両チームともルーズボールは、ね、やっぱ頭からやっぱ飛び込んできてますよね。このボールの1球の意味というのを非常によく分かるこの争い方です。このたった1球が勝敗を分ける可能性があります。全然違いますよね、残り4分59秒の第3ピリオド、点差は2桁点差から6点差に縮まっています。ショットクロック5秒。あっとターンオーバー。ババラ、ババが来る。ババが来る。これファウル、はい、取りに行きましたかね。ババはどうでしょうか。でもねあそこでファウルしないともう完全アウトですよね、はい、もうねダンクされますからね、中山が懸命にコースに入りますがこれはさすがに間に合いませんでした、はい、得点という意味では今日はまだ6ポイントにとどまっている馬場ですが、まあ、得点が取れていないわけではなくてその他のプレーで貢献しているという印象があります。なんかオフェンスはあれですよね、自分が自分がっていうのは、今日のこの、ね、決勝戦、はい、あまりないですね馬場ね、はい、まあ、お父さんもちょうど川瀬さんと同世代 で、 そうですね、元日本代表の選手で、はい
まあ、そういった意味ではあこちらお父さんになりますね。僕の1個下ですよ、はい、あ1個下になるんですか、はい、ほぼ同世代で、そうですね、日本代表を背負って戦ってきた、例えばお母様になりますが、ただこの馬場選手の潜在能力というのは今日本でもちょっと傑出している部分があると思います。いやーね、本当これからね、どこまで伸びるのか、はい、この伸びしろ本当ね、すごいものを持ってますよね、その馬場のフリースローが決まってこれで7点差。さあ東海大学はどうするか、追い上げムードが飛んだんですが、ここでターンオーバーが出てしまった。鶴田へのボールは通りませんでした。追い上げが始まっている東海大学を再び筑波が突き放していった。一原から馬場、そしてポストアップしている。ここはうまくシュートを打つことができませんでした。増田寺園7点を追いかけるのは東海大学。から前半の終了時点11点差からは縮まっています。関野のスリーポイントはエアボールになった。リングに当たっていません。リバウンドは筑波大学。いやーもう早く持ってこいしてますね、はい、プッシュしてきます。行くから、あーいい選手いた、シュートは決まりません。なんとか間一髪のところで抑えている東海大学。あっとでも、はい、増田のファールですね。ボールがないところでファールが吹かれました。11番の増田、ここです。このポジション争いのところ、まあ、ポストと言われているそうです、ね、はい、このポジション争いのところで後ろ側の増田のディフェンダーのファールになりました。あの東海大学ね、10番の鶴田、はいはい、あのポジションでね、もう持たれたら完全負けですからね。関田、アウトオブワンズのショットクロックが8秒です。ボールを入れて8秒以内にこれから東海大学はシュートを打たなければなりません。あの遊びのパスでいいんですけども、一回インサイドに入れてもいいですよね。そうですか、はい、一番ですね、筑波の強いスリーポイントのところでボールを回してますよね。あ確かにエリアのシュート、それを決めてきました。かなり遠い位置からいいな。なかったしね、遠かったですよね、よく入れました。これしかないという選択肢を見事6点に沈め決めていきました。39対35、4点差。増田行くからにパスを渡す。ショットクロック5秒になる。行くからどうする、自分で仕掛ける。ミドルシュートは落ちて、リバウンドは東海大学キープ。4点差に縮めてきた東海大学。寺園どうする、ノンバルだ、中山スリーポイント、オフェンスリバウンドつないだ、パスはどうする、パスはどうする、まだ繋がっています。オフェンスリバウンドから2度目の攻撃のチャンスを作りました東海大学。三井スクリーンを使ってここはディフェンスリバウンドしました。吉田監督はたまらずここは杉浦を投入してきます。81番の大原をベンチに下げて杉浦をコートに入れます。これ一時的に筑波大学のメンバー構成が、はい、あのセンターいませんよね。センターいない形にしましたが、これ吉田監督の意図は何でしょうか。あのやはりですね、オフェンスでもう少しですね、はい、動きながら、あのオフェンスしたい、はい、それとまた今ディフェンスからもプレッシャーかけたいんでしょうね、はいはい、ゴール下のメンバーセンターポジションの選手を今使っていない筑波大学の布陣です。この位置からこのリングの手前でした。4点差に縮められているのは王者筑波大学。これなんかですね、はい、サイン出しましたね、はい、サイン出しましたね、司令塔の行くから杉浦から、このペイントエリアからファールは後ろから、19番の三井のファールです。1年生の増田が相手からファールを奪ったり、コートに立った時はよくゲームをつないでいます。さすがですね、名門高校から来て、そうですね、福大大堀ですからね、ですからね、はい、ですから今杉浦あたりの後輩と直属の後輩と、はい、いうことになるわけですが、もう1年生からミンターカップ出てましたもんね。そうですね、はい、決めて5点差、次決めれば6点差。第3ピリオドはまだ残り2分あります。
2本目は落としましたがオフェンスリバウンドをつないでノーマークになった。ババのシュートは落ちた。これがどうか。3対2、一旦止める。寺園はどうする。ここで仕掛けた。ブレーキャッチャーのシチュエーションです。ヘルドボールジャンプボールシチュエーションは東海大学ボールでスローイン再開という順番です。ここはしかし寺園は自分で仕掛けてきました。ご覧のようにボールの所有権が5分になってヘルドボールになった場合はジャンプボールシチュエーション交代交代にスローインの権利が変わっていきます。今は東海大学のスローインの順番です。次同じ状況になった時は今度は筑波大学のスローインに変わっていきます。関根ショットクロックは残り16秒です。関根と畑のマッチアップ。4年生の関根ショットクロックが4秒になる。スリーポイントを選択した。落ちてすごいところから馬場が飛び込んできました。すごいですよね能力ね。レイントリアのほぼ外から飛び込んでくるような印象があります。行くからさあ杉浦どうする。逆に回っていく。あーとパスはできない。いやでもね状態いい、ね、本当にペイントエリアに入ってきた瞬間、はい、もうディフェンスが本当にボードマンに集中してますよね。さすがの杉浦もシュート打てませんでしたよ ね今ね。ポットで何とかかわそうとしましたが、はい、味方にパスをすることはできませんでした。残り1分25秒5点差です。東海大学校目の前は杉浦です。関野中山得点力ある中山。さあここは大谷どうする。前は杉浦どうする。4年生の位置杉浦のブロックショットが勝ちました。筑波大学ボールです。あとはこう東海大学がもう一つ二つ得点のこうパターンとかバリエーションを見出したいところがあるような印象なんですが、今のね大谷のところにボール入れるまではいいんですよ、はい、あそこで足、ね、シュートまで行かなくても、はい、あそこから今度アウトサイドのノーマークの、ね、味方にパスをすると、これねプレーの幅が広まりますよね。さあ馬場が来た。ここは馬場がこじ上げてきました。その後こぼれたボール14番の畑のフォローがあって筑波大学の得点です。この14番ね、はい、いいところで得点決めてますよね。ベンチから出てきてね2年生の畑です。7点差に変わります。第3ピリオド40秒を切る。ショットクロックは今10秒を切りました。あいいですよ今入れてますね、はい、いいサイドに、はい、前はマスター、はい、仕掛けてきたらパスノーマークだ。この場なんですね。寺園また遠いところからスリーポイント。外角のシュートは自分の一番の武器の自信を持っている寺園のシュート。今のはね落ちましたけどもね、はい、オフェンス的にはいいですね。一旦入れてから外に出してくるという、はいはい、完全ノーマークになりましたね、はい、ここはセットオフェンスです。ショットクロックの残り時間とこのピリオドの残り時間がほぼ一緒。行くからどうする。スクリーンを使っておっとここは相手の足に当たってコートの外にボールが出てしまいました。まだこの第3ピリオドは 2.6 秒残っています。結果24秒でシュートを打ち切ることができませんでした筑波大学。さあ東海大学はワンチャンスです。第3ピリオド残り 2.6 秒。こういうパターンは川さん練習しているものですか。してますね、はい、スクリーンかけてノーマークでボールを受け取った瞬間、はい、あーこれゴールに向かってきた。しかし馬場がこのボールをシャットアウトしました。残り 2.6 秒大技を狙ってきましたがこれは決まりませんでした。さあ大学日本一をかける戦いはいよいよラストピリオを残すのみ。点差はわずかに7点42対35。王者筑波大学リードでいよいよ最後のピリオドを迎えます。あと10分だ。 OK。大学日本一決定戦はいよいよクライマックスを迎えます。男子の決勝これから最後の10分間を迎えようとしています。追いかける形の東海大学が第3ピリオドこの3ポイントの連続なので点差を縮めてきました。前半11点差あった点差が第3ピリオド終わって7点差。まだ東海大学、はい、第3ピリオドね、この筑波大学を一桁8点で抑えてる、ういる、ね、はい、本当にね東海のね持ち味のディフェンス、はいはい、出ましたよね。筑波が勝てば3連覇で4度目の優勝。東海大学この後逆転で勝てば3年ぶり5回目の頂点。
さあいよいよ大学日本一が決まる最後の10分間のスタートです。第4ピリオドが始まりました。杉浦がコートに立っています。キャプテンの1から4年生最後のインカレ、ここは馬場の外角のシュート、こぼれたボールは東海大学。このポイント、アンスポーツマンのライクはファールが吹かれていますが、なんか増田と引っかかった感じがするんですけども、あれですかね、育原ですかね、ちょっとボールがない、あ、この育原のシーンでしょうね。体を寄せて走ってきた3番の大谷を倒してしまったシーン。育原の今のプレーに対してアンスポーツマンライクファールが吹かれました、まあ、少し悪質な身体接触のファールという判断で相手に2本のフリースロー、なおかつ相手ボールのスローインで試合がリスタートされていきます。森さん、はい、吉田監督なんですが、最後の指示、特に東海の4年生には気をつけろという指示で、中でも今フリースロー打っている3番大谷は来るからマーク徹底しろっていうね、名指しでの指示でした。ですからああいう行くからのちょっとしたプレッシャーがあったのかもしれませんね、はい、結果的にアンスポーツマンになりましたけれども、ね、はい、もう全然ね今ね、はい、彼走ってましたからね、さあフリースローを決めてこれで42対36、どうでしょう川さん、残り9分まだし、この第4ピリオド始まったばかりで6点差、いやもう点数は、はい、もうお互い両チームともですね、もうイーブンだと思って多分戦わないと、これ完全にもう今東海これ1本入ったらもう全然分かりませんからね。あーっと馬場今狙ってましたよ、馬場のファールを吹かれました。スチールを狙っていた馬場ですが結果的に馬場のファール、これ今ね両手でね閉じてしまったんですね、これ片手でね、はい、ティップすれば、はい、多分これね完全ノーマークでダンクで仕留められたんですけどね、馬場のパーソナルファウルはまだ1つ目です。ただもうこのピリオドのチームファウル、筑波はもう2つになってしまいました。まだ30秒しか経ってません。ショットクロック残り5秒です。あーいいですか、大谷へのパスは通りませんでした。逆にショットパストブレーク、筑波が走っていく、2番のはもう一回筑波大学ボールです。ちゃんとね馬場がオフェンスリバウンドも今ねそうですよね、でまた自分たちでボールにしてますからね、はい、まあ、この人はディフェンスリバウンドを自分で取ってそのままダンクまで走ってしまうという、はい、まあ、よく言われるコースト2コーストというねプレーをよくやりますからねこの人。さあその馬場です。馬場がゲームを作ります。そうですね、エースの、はいはい、杉浦に、ね、はい、預けましたねボールね。ここはミドルシュートを選択してきました。あの位置から打てるというのが杉浦の大学に入ってのバリエーションの広がり方ですね、はい、ここは大きいシュートを沈めてきました。ポイントゲッター3年生の筑波の杉浦。一方東海大学はどうするか、ちょっとボールがね同じところでねこうちょっと止まってますかね、止まってますよね、これね仕掛けられてますよね、ボールハンドリングにミスがあった筑波大学ボール。筑波の、ね、5人の選手がボールが動かないためにみんなそこに集中できてるんですよね。この最後の10分間立ち上がりが両チームにとって大事なんです。筑波は少しファールが重んでしまった立ち上がりですが、東海大学にはミスがあるという立ち上がり。この第4ピリオド仕掛けてくる筑波、杉浦パスを選択しました。まだボールが生きている、まだ筑波の攻撃が続いていく。残り4秒で沈めてきました。1年生の東亜との決勝戦、見事な活躍を増田が見せています。これで再び点差を2桁に広げ直しました王者筑波大学。さすがにあれですね、西川ヘッドコーチ早いですね、タイムアウトね、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ルーズになった時にやっぱミーとして呼んでやろう、練習思い出せ、声かけやろう、ホームで責任が一回ばっかってやる、ただしこのディフェンス下がってた上に上がってたのだから、ここに入れて逆サイドはあの下が作って上がってくればいい、中山ディリアシュート、まずここ一発でやってみよう、こっちの指導ちょっと早くして上げてやってみよう、OK、さあ一個ずつだ、もう一回ディフェンスだ、さあ信じて信じて、もう一回指示を出す陸川監督の声もだいぶ枯れています。陸川さんも元日本代表のプレーヤー、そうですね、はい、どちらかというとね、そのねハートでねその全日本を引っ張ってくれる、はい、そういう選手でしたね。あ、そうですか、はい、
そのリフターさんのハート、まあ、魂という言葉をリフターさんはよく取材で使うんですけれども、はい、そういった東海魂というものを植え付けられた選手たちがこの後逆転に向かってこの10点差どう跳ね返していくんでしょうか。三井からちょっとミスがあります。馬場のマークにあっています。ポイントガードはここは関野が務めています。関野がアタックを仕掛けて止めた馬場、しかしここは馬場が来るぞ。欲しいままにしているままのダンクが出ました。これで12点差。大谷から中山4年生外れて馬場のリバウンドです。そしてディフェンスリバウンド、はい、全部馬場ですね。でこれ一回も馬場に任せますね、はい、そうですね。ショットクロック残りまだ12秒です。ここで生き方が出てきました。馬場は本来のポジションウィングのポジションを取ります。杉浦がスタムロードを使うか。いやここは叩いて1年生の増田ミドルシュート、ショットクロックがないところでした。馬場がまた飛び込んでくる。エースボール1年生がスライディング、見事な1年生この増田の気持ちです。インカレは大学生の舞台ですから当然4回しかチャレンジがありません。4年生にとっては最後の舞台だから下級生は4年生に勝たせて卒業させてやりたいんだという思いが最も溢れるのがこのインカレの決勝です。あ、今筑波のメンバーが一緒にエンジン作りましたね、はい、あまり試合では見られないようなシーンですが何か一つプレーの確認か気持ちの確認か。さあ馬場がボールを持った。馬場が1対1、中目を外していく。馬場から杉浦、この2人無敵のウィングマン。うわー、また取ったか。ここはディフェンスファール、判断ですか。仕掛けていったのは14番の畑。先ほどは1年生の増田があのルーズボールプレーを見せれば今度はこの2年生の畑がオフェンスリバウンドで躍動していく。下級生が先輩たちを支えています。そして下級生の活躍を受けて3年生の杉浦、1球目のダメ、2回目はどうだ。うわ、ねじ込んだ。さあ1年生2年生3年生が活躍した一方と、あっと今度はどうだ。これはディフェンスファウル吹かれました。ボールがないところで筑波の肩ファウルを吹かれました。チームファウルはこれで筑波大学がこのピリオド3つ目、肩は4つ目のファウルになりました。あと1つで退場です。一旦ベンチに下がります。50対36、14点差に広げている筑波大学。いやもうこれは、はい、あれですよ、限界ですよこれ、はい、うわ、そしてこのパスも止まらない。完全にね、今ペイントエリアもう馬場が支配してますね、はい、そうですね。もう第3ピリオドをでもかなりこう上げてきたイメージがあります、ね、杉浦のシュート落ちて増田が一瞬触りました。さあ東海大学はもうこれギリギリのところです。これ以上離されるわけにはいけません。全てのオフェンスは成功させなければならない。大谷のミドルシュートはロングシュートは落ちて行くからが相手に当たってというところでしたが結果的にこれは東海大学ボールになりました。後輩たちに勝たせてやりたいんだという思いを話してくれたこの行くから大学ナンバーワン司令塔の呼び声も高い選手です。東海大学は13番中山、そして11番のいやまだ白戸入ってきていません、33番の鈴木が入ってきています。生原が一旦下がって来年のキャプテンでもある福大大堀出身の青木が入ってきました。キャプテンの寺園入ってきた。鈴木は川さん、東海大学がロングシュートに活路を見出そうとしているのか、これしか打てない状況に追い込まれているのか。そうですね、なかなかインサイド、ね、ボールが落ちませんよね、はい、筑波としては守りやすい形になってる。そうですね、はい、ボールを入れ、1回は入れることができません。あの両チームともあれですよね、センタープレーを外して、あ、そうですね、東海大も外していることになります ね、はい、そうですね。先ほど筑波は外しましたが増
それだけ機動力が生かされることになりますが、この外のシュートが落ちない、どうしても入らない中、オフェンスリバウンドを繋いだ、繋いだ寺園はどうする、ミドルシュート落ちてオフェンスリバウンド飛び込んでいくか、しかし筑波の方が飛び込んでいく人数が多い、その中心にいるのは6番の馬場、ね、今ワンハンドでね、タップして自分で、ね、はい、ボール取りに行きましたよね、ここも馬場がボールを運んできました。今コート上に4年生は2番のミスラだけ、筑波大学ショットクロック残り5秒、ロングシュートは落ちて、ここはリバウンダー、筑波大学が入ることができなかった。まもなく残りが5分を切ろうかというところ、一時は7点差6点差まで詰めていた東海大学が今また14点のビハインド、またこれもロングシュート、徹底してロングシュート、スリーポイントシュートで点差を縮めにかかってくる東海大学、ここはエラジョンです。あるいはやはりこのインカレに向けて A チーム23人いるそうですが、23人のメンバーで打ってきた10万本のシュート、それを信じてのプレーかもしれませんね。筑波青木3年生、そして同じく3年生の杉浦、共に福大大濠高校出身、1年生の増田から、ここは馬場のポストアッププレーですが、中山のファールです。この試合まだあまり見られてなかった中山がポストアップするというプレーを見せています。そうですね、馬場ですね、ポストアップしたのはね、はい、ポイントガードをしますし、走ることもできますし、まあ、ルーズボール、リバウンドにも飛び込んでポストアップもこなしていくという馬場。満田、ここでちょっと崩れた状態でシュートファウルを取りました。33番鈴木のファウルです。今コートに出てるのはね、満田4年生1人ですからね。そうなんですね、はい、まあ、これはあの筑波の吉田監督も東海の陸川監督も話をしていましたが、やはりインカレ勝つか勝たないかは最後は4年生なんだという、そうですね、はい、話をしていました。昨年もレギュラーだった三浦ですが、やはり3年生のインカレと4年生で迎える最後のインカレは全く違うものだということを初めて知りましたという、去年の先輩たちもこんな思いで戦っていたのかということを思い知っている今大会だそうです。大学生のね、本当にね、4年間の集大成ですから ね、はい、ね、今はベンチに下がっている行くからの表情を今カメラが捉えました。まあ、この後にオールジャパンという戦いもありますけど、大学生にとってはやっぱりこのインカレが最高峰の舞台です、ね、はい、大学チャンピオンですよね、はい、さあ一方こちらは東海大学の4年生関野、いや、こういうね、ドライブみたいなシュート、久しぶりですね、そうですね、確かにペイントエリア、はい、さあ、そしてこれ、オールコートに来ますかね、ね、でも馬場がね、運びますからね、はい、馬場がポイントガードの時間の中でやってる、さあ、ここから自分で来る、ここはディフェンスファウル、ノーカットエリアに入ってますから、はい、これはもうね、オフェンスのファウルじゃないんですよね、ゴール下の半円形の部分に、ね、はい、オフェンスのプレイヤーが入ってくると、ディフェンスはもうこれ、まあ、いわゆる身体接触ができません、はい、どうでしょうね、川さん、馬場のプレースタイルが第3ピリオドに比べて得点を取るという意識が高まっているような印象もありますけれども、そうですね、まあ、得点を取りに行く、はい、なおかつですね、最悪ファールはもらえるみたいなですね、はい、はい、本人もアメリカへの思いが非常に強くて、日常生活でも部屋に戻ると日本語を全てシャットアウトしてずっと英語を聞いている生活を送っているそうです。いやでもね、本当ね、彼のこのね、運動能力ってね、なんかね、チャレンジしてね、はい、どうなるかっていうのね、見てみたいですよね、アメリカのコートに将来立つ可能性が十分ありますね、十分ありますよね、ポイントガードできましたから、はい、そうですね、筑波大学が54対38リードを広げにかかっています。残りは4分14秒、この第4ピリオドに入ってこの馬場がダンクを叩き込むシーンも見られました。やはり筑波はでしょうね、このね、早いファーストブレイクから、ね、馬場のダンク、はい、またね、あの杉浦のスリーポイント、これが出るとね、やっぱ筑波強いなっていう、ね、感じがしますね。これをさせちゃいけないんですよね、はい、大学のバスケットはあの春にトーナメント戦があって、9月から10月、秋にリーグ戦があって、そしてこの時期にこの全日本選手権、はい、インカレがあるというこの3つの大きな柱で成り立っているんですが、今シーズンの筑波大学はその春のトーナメントも秋のリーグも取って、まあ、いわゆるこのインカレも取れば3つ全て取る3本という状態も達成することになります。
まさに王者のバスケットボール、無敵の筑波をここまで示し続けてきた今シーズン。ただ本人たちは春のトーナメントも秋のリーグも勝った後もまだこれではいけないという思いでバスケットをしてきたそうです。このままではインカレではやられてしまう、そんな危機感すらチームにはあったといいます。それでも決勝まで来て、そしてこの決勝の舞台東海大学でこれだけリード。一方東海大学はこのシュートは落ちました。筑波大学のオフェンスに変わります。残り4分を切りました。第4ピリオド1から4年生ポイントガードがまたコートに戻ってきました。ここでババが来る、ノーファールです。関野はよく今守りました。東海大学速攻に行きます。ロングシュートに活路を見出していく東海大学、なんとかスライダーリングに渡っていません。つないでキャプテン乗って、スリーポイントが決まりました。もう今みたいにですね、今これだけの点数、また残り時間考えたら、やっぱ今ぐらいですね、どん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 ノーマークは、もう積極的にゴールに向かった方がいいですよね。まあ、一番怖いのは時間を使われることになりますね、東海大学からすれば。一方筑波はここは1年生の増田からオフェンスリバウンドに杉浦が飛び込んでいきましたが、それを渡さない中山。それも言っていいと思いますよ。そうですか。フォワードと人を動かしてですね、ノーマークはもうどんどん積極的にシュートまで。寺園対原、4年生同士のポイントガード同士のマッチアップ。関野目の前は馬場です。ここで、ね、止まりましたね、止まっちゃうところはね、抑えられちゃうんですよね。馬場に勝負を仕掛けていった、そして味方のパスアウトして、寺園のシュートは落ちた。リバウンドは筑波大学です。13点差という状況に変わっています。これまたあれですね、はい、フォーメーションの指示を出しましたね。ファストブレイクでもハーフコートバスケットでも強いのが筑波大学。杉浦のミドルシュート落ちて、増田がいいところにいる。もう1回打ちです、はい、慌てる必要ありませんよね、はい、オフェンスリバウンドからのショットクロックは14秒からのリスタートです。杉浦ここはうまい、おっと思った。このリバウンドは渡さなかった東海大学。まもなく残り時間が2分を切ります。いや、これ言っていいと思いますよ。ドライブして仕掛ける、ファールを取りました。今カウント、ここでカウントですか。シュート認められました ね、はい、そうですね、一連動作という判定ですね、はい、結果的にバスケットカウントになりました。ここでタイムアウトを要求しています。あの時間はまだ2分5秒、はい、でもたっぷりありますからね、はい、慌てる必要ありませんよ、東海は。で2人がガードフルだ、真ん中高していい、大谷バックだ、いい、前からでいい、高めよう、ボールが入ったらトラップでいいか、しっかりトライアングル作る。とりあえず大谷だけは絶対セーフティーに、ボールサイドよって、ボールサイドよって行くならもうハードに行こう、ハードにハードに行こう、ここから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 いいか、こっからだ、そうだ、真骨頂、俺たちの力出そう、デス、深い、ここからだ、俺たちの真骨頂、力を出そうという、そんな言葉を陸川監督は枯れた言葉で選手たちに広げました。そして輪の中心にはコートに立てないエース4年生の伊藤がいます。伊藤の分も達也の分もという思いで、さらに団結力を増した東海大学。しかしやはり相手は王者筑波。もうこれが残り2分、何かあるとすればもうラストチャンスですね。そうですね、あのこういうフリースローをですね、きっちり沈めて、はい、で上から今ね、陸川ヘッドコーチ言ってましたよね、はい、上からトラップして、はい、はい、これいいでしょう、ここですね、はい、でトラップして、はい、ゾーンプレスに来ますね、はい、ここでパスミスを誘うかという戦略です、東海大学。そしてセットに入ってマンツーマン。逆にあれですね、吉田ヘッドコーチはね、フォーコーナーってですね、はい、何しろ、ね、ハーフコートで広いところでボールを回そうと、はいはいはい、そして時間をいっぱい使って、ここは杉浦ペイントエリアの中でのプレー。しかしそれを抑えた東海大学。東海大学はなるべくシュートの機会を増やしたいところ。いいですよ、いいですよ、外が決まった。残り1分35秒スリーポイントシュートが決まった。これ1本ね、もう1本抑えれば7点差、54対47、まだ点差は1桁に縮まってきた。一家の解析も杉浦のスクリーンを使う。あっとその後チェックリアウ、大谷のディフェンスだ。おっとこれ筑波大学にミスがあった。ここはディフェンスファールをと吹かれました。いやいや、もったいないですね今ね。
よく守っていたんですが、よく頑張ってましたよね今ね、関野もね、はい、チームファウルは東海大学もこれで5つ、筑波大学のチームファウルは4つです。そうね、もうボーナスローがありますからね、はい、こうなるとなかなか追いつかないですよね、はい、残りは1分16秒、このフリースローで沈める1点1点が3連覇に近づく1点となっていきます。筑波大学です。タイムアウトは両チームあと1回ずつ使えますが、ここでタイムアウト、東海大学が最後の3回目のタイムアウトを要求しました。56対47、点差は9ポイントで残り1分16秒です。もうタイムはないから、まずこのショットを決めたら我慢する。そうすればファインゲームになる可能性がある。まずトラップ狙う、いいな。今日はこっちのスローインだから、高橋でいく。で、関の5番、5セカンドだよ。ヒューッとここで受けました。いいな、当てんなよ。自分はまずスキンかけてシュートでいく。自分分かった。まずここでかけたここに対しての狙うんだけど、しっかりこうムーブにならないターニング。その後ディフェンス頑張る。全部出していく。ほら。さあ残り1分16秒。東海大学の最後のタイムアウトの輪が解けました。今の指示は川瀬さんどう見ましたか。そうですね、このタイムアウト明けのオフェンスをしっかり決めて、はい、で次また今みたいな形でオールコートで、はい、ダブルチームから一回し、ね、それをチャレンジして、はい、何にしろこのオフェンスと次ダブルチームでしっかり引っ掛けようと、その後だと、はい、そのファウルゲームを持っていくのは、まずこのオフェンスの機会シュートを決めなければならない東海大学。一方筑波は徐々に3連覇の瞬間が近づいてきています。ちょっと足を滑らせた中山、そこからスチールだ。ババナ3連覇を決定つけるダンクか。もう完全今狙われてますよね。ここで東海大学痛恨のターンオーバーが続いていく。筑波大学の王者、そのバスケットボールが東海大学を飲み込んでいきます。3連覇の瞬間が近づいてきました。ファールゲームできます。そうですね、残り 42.7 秒、11ポイント差。あの東海大学のターンオーバー、その後の馬場のダンク、あのシーンで川瀬さん、筑波の3連覇というのが大きく見えました。はい、今のね、スティールは効きましたね。これ4年生、馬場が下がりましたね、はい、今コート上にフリースローこれから打つ1年生の増田、そして17番の杉浦3年生、あとコートに立っているのは46番の一田内4年生で、57番、これから57番の大友も4年生、はい、2番の三田も4年生で、76番、はい、今控えてますよね、はい。あと2本目のフリースロー落ちて、ちょっとテラネが入ることができません。さあ残り30秒台に入ってきました。筑波の3連覇の瞬間が近づいてきました。水田のファウルが吹かれます。これで筑波もチームファウルは5つになりました。ここで1年生の増田から、76番、191センチ洛南高校出身の4年生テラネが入ってきました。筑波はビッグマンはいずれも4年生で、木林、寺部、小原というこの4人の3年生、4年生トリオのフロントラインで今シーズンは戦ってきました。ということは杉浦だけ3年生で、あと全て4年生ですかね。はい、3連覇の瞬間をコート上で4年生に味合わせようという思いも吉田監督ほっとしたらあるかもしれません。フリースローを決めていったのは東海大学の鈴木、こちらも4年生でもあります。今年も筑波大学の背中を越えることは東海大学どうやら難しそうです。これ一本ねスティールしたいですよね、はい、オールコートできます。まだ諦めない、まだ 31.7 秒残されています。4年生キャプテンの寺園、コートに立てない達也のためにという思い一心で、東海大学はチームが一つにさらにまとまってきました。
持ち味の堅いディフェンス、それで筑波大学をここまで、このシュートでやっと筑波も60点ですから。いやね、ディフェンスはね、はいはい、決して悪くありませんよね。東海大学も抑えてるんですよね、はい、筑波を。いや抑えてますよ。ただそれ以上に筑波はオフェンスもそうですが、ディフェンスも東海大学を40点台に抑えているという王者のバスケットボールです。さあ残り20秒台に入ってきました。寺本のレイアップシュート決まりました。最後の最後までファールが許されるまで東海大学は可能性を信じます。11点差、残り 20.4 秒。いやいや頑張りましたね、キャプテンね。ドラゴンは自分のファールを使い切りました。残念ながら、あ、今伊藤達也が戻ってきた。寺園の本当ね、頭を一つ二つと叩きました。フリースローを決めた一から残り 20.4 秒。もうパイプファールの寺園も、そして骨折の伊藤もコートに立つことはできません。ここは筑波大学にファールがありました。残り15秒です。あと15秒で筑波大学の3連覇が決まります。春のトーナメント、秋のリーグ、そしてこの冬のインカレ、大学の主要タイトル3つ全て取って完全優勝を筑波大学が今シーズン果たそうとしています。今これからシュートを打つ大谷、はいね、この試合本当ねインサイド、はいね、本当よく頑張ってましたよ ね、 ね、最後のね、はい、インサイドで最終学年で本当頑張ってますね。まあ、去年はね、特にあの左足の怪我でコートに立てなかった思いも背負っての最終学年のインカレだったと思いますが、オフェンスリバウンドつないでここはキープしました。76番コートに入ってきた4年生の寺部、ディフェンスファールとなります。残り 10.2 秒、フリースローの機会を得ました。もうおそらく勝利は確信しているはずです。残り 10.2 秒、さらに点差を広げていくフリースロー、得点が記録されていきます。吉田健二監督の表情はまだ変わりません。寺部の表情は今のフリースローが決まって一瞬ほころびを見せました。さあ筑波大学の優勝が決まります。この時間帯が一番気持ちいいんですよね。このシュート落ちた、なんとかつなぐ、ボールが上がる、この瞬間筑波大学3連覇達成。今年も大学日本一は筑波大学。66対51、東海大学を下して見事日本一の称号を手にしました。3年連続同じ顔合わせとなった男子の決勝、筑波大学対東海大学、66対51というスコアで筑波大学が東海大学を封じ込めて見事3連覇を成し遂げました。途中東海大学も何度か点差を追い上げて筑波の背中が見えるシーンもありましたが、まあ、結果的に筑波は一度も同点すら許しませんでしたね。そうですよね、あのここっていう時にですね、やっぱねディフェンス、またねそこからスティールからですねね、得点につなげて、本当に危なげね、何回かあったんですけどね、やっぱね、しのぎましたね。あの後半に入ってからね、東海大学のペースになりそうなところを見事にしのぎ切って、東海大学を51点に封じ込めたという意味では、ディフェンスナンバーワンチームの東海大学、そのお株を奪うような、筑波大学ももともと強固なディフェンスの上に成り立ってる、ああ、行くからです。涙がこの試合の意味を全て物語っています。これから行くからもおそらく
実業団プロの道に行くと思うんですけれども、ね、はい、この舞台というのはもうどんなに望んでも帰ってこられない舞台です。最後のインカレでした。見事に3連覇達成、筑波大学。今年も大学日本一の座は筑波大学がもぎ取りました。涙を見せる選手、そして満面の笑みを浮かべる選手、3年生馬場。4年生はそうして涙を浮かべている選手が多いように見えます。放送席そしてさあ、それでは優勝監督、会場の皆さん、お待たせいたしました。優勝監督インタビューです。インカレ通算4度目、そして3連覇に導きました筑波大学、吉田健二監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しいです、はい、3連覇という偉業を達成されました。今の込み上げてくる率直な気持ち教えてください。いや、やはりきつかったですね。優勝、最初の優勝も2回も本当に、きつかったし嬉しいんですけども、すいません、身内の話、ね、妻と昨日昔の苦しい時が本当にあったから今だよねと、3回目っていうのは本当に夢のようだよねと、そうだよねと、選手は毎年毎年結果を出すために頑張ってます。だけどやっぱり過去の財産が、辛い財産がこういうふうになってきたと私は思ってまして、何も彼たちが楽したわけじゃないんですけども、今の選手たちは、だけど今年の本当に4年生は私以上にコーチとして、コートのコーチとして力を発揮してくれたなというふうに思ってます。もう感謝したいです、はい、今年はまあ追われる立場となって、ただ春57年ぶりの優勝、リーグ戦も14年ぶりの優勝、そしてこのインカレ、大学の3大タイトル全て制覇したのは筑波大学、初の快挙ということになりました。大学の歴史の中に新たな1ページ、大きな1ページ刻み込みましたね。はい、で本当に今年のスタートからもう学生たちはこれが目標ということでやってきましたので、本当に達成して本当に嬉しいし、本当に改めて学生たちに感謝したいですね、はい、最後に今まで支えてくれた、応援してくれた筑波大学のファンの皆さんにメッセージをお願いします。本当に、毎回毎回この試合に駆けつけて応援していただいた本当に、皆さん、そして学校関係者の皆さんに本当に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。見事インカレ3連覇に導きました吉田健二監督でした。それでは続いて選手たちにも話を聞いていきたいと思います。まずはキャプテンの生原選手です。今の気持ち教えてください。嬉しいというより本当にホッとしてるっていうのが正直なところです。4年生でキャプテンになって、かなり大きな重圧プレッシャーも感じた中のこの優勝です。特別な思いっていうのはあるんじゃないですか。そうですね、やっぱり、3連覇ってなると本当に3年間の選手しか評価されてないがちなんですけど、やっぱそうじゃなくて本当にいろんな今まで挑戦してきた卒業生だったり OB の方がいてのやっぱ3連覇だと思うので、やっぱり OB の方や卒業生に本当に感謝したいなと思います。そして真ん中にいる馬場選手、最後スティールからの見事なダンク、リングに叩き込んだ時の気持ち教えてください。気持ちよかったです4年生の力もあって、これで入学してから全てインカレ制覇、まだ早いかもしれませんが、次の目標あれば聞かせてください。やっぱり次は最上級生としてチームをまとめる立場になって、その中でやっぱり4連覇っていう大きな目標に挑戦していきたいなと思ってますね。では続いて横の杉浦選手に話を伺います。 1,2 年の時のインカレ制覇したとの気持ち、そしてこの3年生になっての優勝、その味っていうのは違いますか、やっぱり。僕は今年上級生になったんですけど、あんまり上級生らしいなんかみんなを引っ張るとかできなくて、
まあ、でも今年4年生がそういう姿をたくさん見せてくれたんで、来年は僕も最終級生としてみんなを引っ張りたいと思います。プレーの幅も広がって、インタビューの途中ですが放送時間の方が近づいていきました。川内さん、最後に一言お願いします。そうですね、本当ね、よくね、ね、両校とも頑張りましたよ。また3連覇、筑波本当ね、一丸となってね、はい、よく頑張りましたね、最後の最後までね、本当おめでとうと言いたいですね。はい、筑波大学見事3連覇達成、通算4度目の優勝を成し遂げて、今年も大学日本一の座を勝ち取っています。この放送はチェンジーズフォーザベター三菱電機の提供でお送りしました。